ームタウンの魅力を知りたいから、レオとライナは埼玉県を探検することにしました。レオライナのちょっといい旅、ついに完成したライオンズデザイン電車、初運行の日がやってきました。始発駅の池袋駅にはたくさんの皆さんが集まってくれました。出発式です。子供たちから運転士へ送られたレオのぬいぐるみが誇らしげに乗り込んでいます。ただいま乗車中。ドキドキしながらレオとライナも電車へゴー。出発進行。西武球場前駅まで各駅停車、約1時間の旅がスタートです。レジェンドブルーの電車に乗っていつもよりなんだか誇らしい気分。案内放送が聞こえてきました。ライオンズ選手のアナウンス。背番号27、細川徹です。本日は西武鉄道にご乗車ありがとうございます。発車まで今すんばらぐお待ちください。背番号7の片岡康之です。この電車はただいま所沢に停車しています。発車まで今しばらくお待ちください。そして電車は西武球場前駅に無事到着。こんなにたくさんの皆さんが乗車していたんですね。ライオンズデザイン電車の初運行、とっても面白かった。また乗りたいな。そう思いながらレオとライナは戦いの舞台へと向かっていきました。ところでこのライオンズデザイン電車、皆さんから愛称を募集していました。そしてついに決定。たくさんの応募の中から選ばれたその名は、エルトレイン。ライオンズともどもエルトレインをどうぞよろしくお願いします。